星です。どうも、もう返せません、赤崎です。振り仕切る穴木ですよです。よろしくお願いいたします。はい、はい、今回はですね、ラーメン二郎栃木街道店に行ってまいりました。はい、先日何年間でいただきましたけども、うんうん、ヒゲが復活しているというそう、ちょっとこっち行ったんですね。そうなんですよ、前後しちゃいましたけども、うん、宇都宮線の三部駅から徒歩15分ね、栃木街道というのは栃木県の県道2号線のことなんですね。でこのようにその2号線に巨大な看板がすごいねあるんで、見つけやすいと思いますね。10台以上駐車スペースがありまして、僕は行くのは2回目です。うん、去年も上げさせていただきました。 ありがとうございます、ね。そして食券ですけども、このように鰹節、らっきょう、つけ麺味の太郎というのは食券とともに効果を置いて、あーなるほど、簡単に出してください。はいはいはい、で後で申告しますんで、どれを買うんですかというのは、でこちら今回大ラーメン全部マシマシで岩下のピリ辛らっきょうを入れてるぜということで、僕結構ラーメンとかにもあのらっきょうを入れちゃうんで、うん、これがね、実は近くにね、岩下の新生姜ミュージアムっていうのがあるんですよ。そうなんだ。すごい。ちょっと喉詰まっちゃいましたけども、そちらにも皆さん行ってみてください。なんですかね、この廃墟の実家感。いや、非常に大きいんで、お店が。そう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 。で、まずは豚から見ていきますが、はい、ほろほろ腕肉、巻き豚のね、端っこにも見えるよね。うん、すごいな。おうちなんだろう。一気に行こうとしてるけど、ちょっと。そうそうそう。中までギューッとタレの染み込んだやるか豚で非常に大きいんでね。うん、僕的には非常に嬉しい、うん、豚でございます。ね。そして、あ、油を今回はそのまま行かずにですね、うん、見ててください。はい、このように、はい、ちょっとこう。巻いてですね、まあ、でっかいもんな海苔みたいな感じですね。そう、野菜巻き油というのを作って、はい、バクリ、これがうまかったですね。なかなかできない。なんかね、栃木のあの油はちょっとピンクがかっててね、うん、違うんですよ少し、うん、なぜなのか、聞けませんでしたけど聞けませんでした。解明できなかった。キャベツの比率がちょっと多い野菜でございました。で、ニンニクがあらかじめ一番上に乗ってるんで、はい、見てください。この量マシマシにも答えていただいて多いですね、うん、こいつを避けておくんだけども、いつもの位置に、いつもの位置に一回置いて麺を引き出していきましょう。はい、こちらです。よいしょ。これがやや細デロ麺ということで、まあ、デロ麺の特徴といえばやっぱりね、一気に箸で捨てて豪快に頬張れる点、これが美味しいですよね、うん、あの神保町店とも少し似てる麺でございます、うん、行った方は多いと思いますけども、はい、でこのアフター野菜も食っていきますが、うん、いや豚がもう一種類なのか、うん、巻き豚なのか、うん、こちらの巻き豚は先ほどとは変わりまして超弾力系巻き豚でございました。醤油の染み込むうまい、そしてね、この超非乳化マイルドアフタースープをごくごくと一気、うん、シャワー、いつもニンニクシャワーですね。いいよいしょ、2回食う、何回食うか、4回目ぐらいブスッと刺す。何だったの結局、結局何だったの今のは。貧乳化ニンニクがまんべんなく麺に染み込んでくっそうまいんですね。やっぱり匂いが強いものって美味しいですよね。で先ほどからチラチラ右下に映ってるもの、こちらがそうなんです、例の、はい、岩下のピリ辛らっきょうでございます、はい、まあピリ辛と麺言ってますけども、それほど辛くはないんで、らっきょう好きだったらもうぜひとも頼んでいただきたいということで、うん、甘くて酸味がほのかに香り、ビンビンに冷えてますもん。ビンビンに冷えてますもん、ほんとにビンビン、この爽やかさがあるうちに麺をすすると、うん、まあ、これがね、新しいうまさなんですよ。なるほど、うん、どうかっていうとね、まあ、カリカリした麺、食感に麺をこうデロ麺を合わせていくんでね、こう形容しがたいというか、まあ、食べ合わせがすごい。そう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 。あ、そしてキャバのブラックペッパーボンブガンも置いてあるぜということで、うん、一口、マガジンの出方やるでください。びっくり吐くな。マガジンの出方やりますけど、スライドですね。おっと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 、ちょっとね、綺麗な映像が流れちゃいました。すいません、綺麗な映像が流れちゃいました。ね、アフタースープにアフターラッキョウにアフターラッキョウアフター麺というのをね、アフターラッキョウアフターの後に、うん、巻き豚ラッキョウということで、これはなかなかやったことないでしょ、私生活で。いや、前ないよ、それ。ないでしょ、うん、ここでしかできないってことなんですよ。ここでしか。あー、なるほどね。もう絶対栃木行ってほしい。一番最後に食べるのがらっきょうということで、うん、やっぱりね、夏、8月の終わり行ったでまだ暑い時期だったんで、非常に爽やかにすることができます。
ました。ということで、はい、ステータスがこちらです。マシマシレベルアートは 90! ラスト90です。これはすごい。おかっかっか90点ラスト90はないです。これまで小数点がね、まだありましたけど、まあ、びっくりしました。僕もあの計算機打って90だってなって、これは気持ちいいですね。90点ですね。すごいマシマシレベルだったんで。いや実はですね、栃木県南部というのは二郎系のもう激戦区でして、ラーメン二郎本家を中心としていっぱい点在してるんでね、他のお店にも行きたいんだけど、またちょっと看板が見えちゃったから、街道に、あーっと思ったらもう駐車してました。気づいたら。いやー、というわけでね、皆さんも、別のお店でやってて、県道2号走ってるときは気をつけてください。もう入っちゃってるから、気をつけないと。じゃあいいんじゃないですか。また行きますね。ごちそうさまでしたー。